マルスミラーですか、勝者が3回戦で。あ、マルスも少しずつ強くなってますからね。3、2、1、GO。 90万円。そうだ、俺 B クラス、 B クラス、あ、そうか、そこから始まる。はい、いいです。剣撃がマルス対マルス、イケメンとイケメン。ちょっと出してからのドルフィンフラッシュ、まあ、大丈夫に乗りました、ね、そこまでリスクが高くないです。思い切ったので剣撃でお金を剣撃リゼアスさんの方に、まあ、マルスのが 32%、 リデアス・マルスがリードしている。さあ、この同キャラ戦における独特な間合い管理、特にマルスはね、先端が一番飛ぶので、この間合い管理は本当に気を使いそうです。さあ、フラッグに対してフラッグで反撃、回避を見て、ここでマーベラスの戦略。さあ、上京から3人下りながら上、いや、ここはいいんじゃない、ここフリーダー専用だよ。ただこのキャラ全部出てない、でフリーダーっていうのは3名が置いてある。さあ、終始乗せながらですが、最後電気が出てくるので、まだ来たらいかないと思います。Oh, no!
るね、シードブレイカー。おお、ゴーブ今の激戦するのか。さあ、まず1本目、リディアスマルスが取って、さあ、ゴリキリを倒した、フワを倒すリディアさんになれるよ。あ、じゃあ、一応取っといてもらえてる。まあまあまあ、ここで1本返すか、それともリディアスマルス、そのまま決めるか。長い地もあるでしょう、ここは勝ちたいところ。しかし勝者は1人。さあ、まだマーベラスコンビネーション2回で4回が、マーベラスピアンガードから4回に単純に決めておかないと、ああいう状況だと難しいです。Oh.